出られないってどういうことだよ。なぜか力が使えないの。おかしいな。どうして。ちょっと待って。じゃあ私たちこのまま一生メモリアの中ってことか。大丈夫。アルチビオ、あなたたちが不思議空間と呼んでいた場所ね。その場所とここメモリアをつなぐゲート、メモリアキューブがどこかにあるはずよ。それを使えば出られるわ。確かここのメモリアのキューブがあるのは菜の花ね。いつもそこから出入りしていたわ。じゃあその菜の花って場所に行きましょう。よし、みんな行くぞ。アカリムも。え、アカリムって。お前目が赤いリムだからアカリムだ。本当は本体の私がリムで、コピーのあの子が青リムのはずなんだけど。まあいいわ。それにしてもリムのやつ、どうしていきなり俺たちをメモリアに飛ばしたんだ。一体リムさんは何がしたいんでしょう。あいつはリムだけどリムじゃなかった。はは？それどういう意味だよルフィ。わかんねえけど、あいつはリムみてえだけどリムじゃねえ。わかんねえって、お前が言い出したんだぞ。リムみたいだけどリムじゃない。でもルフィさんはそう感じたってことですよね。ああ、本人に聞けばわかる。確かにあの時のあの子の様子は尋常じゃなかった。あの子に一体何が起こったの。観念しな。もうお前たちの居場所なんてどこにもありゃしねえ。俺たちに盾ついたこと後悔させてやるぜ。なんだありゃ。兵士が兵士を襲ってやがる。なんだってんだ。取り囲んでいる兵士、バロックワークスよ。偽の国王軍か。つまりここはクロコダイルが王国乗っ取り計画を進めてる時の記憶世界ってことだな。またかよ。この前倒したばっかりじゃねえか。また倒さなくちゃいけないのか。でももし本当にクロコダイルがいるなら、倒さないと国中が大変なことになるわ。ワニがいてビビの国に悪さしてんならぶっ飛ばす。とりあえずあの兵士のおっさんを助けるぞ。
ギアホースゴムゴムのキングコング、待ってろ、ウソップ様が今助けてやる。お、俺が相手だ。必殺ニトドクロ爆発だ。治療してやるからな。どこの誰かわからないが助かった、ありがとう。構わねえよ。それにしても今のやつらはバロックワークスか。なあ、あんた今この国はどういう状況なんだ。反乱軍は、アルバーナは今どうなってるの。反乱軍、それはよくわからないが、この国は完全にクロコダイルの手に落ちた。なんだって。あの男、英雄だと思っていたのに。国王軍は壊滅、奴に支配されてしまった。え、ビビ、ビビはどうなったの。ビビ王女も国王も今は宮殿の地下に幽閉されている。ビビちゃんが。海軍は何やってやがる。派遣された海軍も全滅した。クロコダイル一人の手によって。クロコダイル一人にだって。どういうこと。わからん。ある日突然奴は牙を剥き、おっさん、大丈夫か。よし、応急処置はした。でもどこかで休ませないと。ちょうどいいわ、菜の花の町はすぐそこよ。おっさん、もう少しの辛抱だぞ。すまない、恩に着る。気にすんな。まずいわ。困りましたね。
みんな準備できてるな。いつでもいいぞ。刀の旅にしてやれ。俺たちのち特別。待ちなさい。いや、喉乾いちゃった。おいおい、はあ、覚悟しろよ。こら、なんだと。やべえ、そんな…ダメだ。やるか。ぶっ飛ばす。とうとう俺を本気にさせやがったな。三刀流極上大竜馬。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんとあんた強いわね。おお、ねえ、まさか。まずい。ああ、ということは、え、ああ、うん、わかった。任せろ。おお、ありがとう。よし。おお、さて、負傷した兵士も無事に送り届けられた。だけど一体何がどうなってるんだ。クロコダイルがこの国を乗っ取ったって。俺たちの記憶と全然違うじゃねえか。これも私たちをここに送り込んだリムじゃなくてリムみたいな子がやったんじゃ。うん、ありえないわ。あの子にこんなメモリアを改変するような能力あるはずない。もちろん私にだって。だが実際ここで起きている状況は俺たちが経験したことのないものだ。一体何がどうなってんだ。わからない。考えてても仕方ねえ。まずはこの世界から出てあのリムみてえなやつに聞けば済むことだ。そうね、まずはここから出るべきね。メモリアキューブは確か港の方よ。うん、じゃあ
行きましょう、ルフィ。おう。この辺りだったよな、メモリアキューブがあったの。見当たりませんね。そんな、メモリアキューブがなくなっているなんてありえないわ。お前ら、もっとよく探せ。誰かが蹴っちまってどっかに転がってったとかないか。砂に埋まってんじゃねえか。それもありえないわ。メモリアキューブは特殊なキューブよ。私たちには見えているけど、この記憶世界の住人には見ることも触ることもできないのよ。だが現にメモリアキューブはここにね。じゃこいつはどういうことだ。じゃあ私たち本格的にこの世界から出られないってことね。何？アカリム、どうにかならねえのか。他の脱出方法とか？いいえ、残念だけど他には。どうすんだよ、このままじゃ俺たち本当に一生思い出の中だぞ。待って、メモリアキューブがないなんてありえないのよ。メモリアキューブはこの記憶世界を構築している核なの。逆に言えば、核がなければそもそも記憶世界は構築されない。だから、つまりどこかにはあるということね。ええ。どこかってどこなんだ。わからないわ。つまり探すしかないってことだな。探すって言ったってどこをどう探すんだよ。そんな大きなもんじゃねえだろう。まさかこの砂漠の国を隅から隅まで探し回るのか。そいつは限りなく不可能だ。それは。いたぞ。おや、何事でしょう。こいつは一体何事だ。見つけたぞ、ミス・オール・サンデー。それってバロックワークスにいた時のロビンちゃんのコードネームだってな。久しぶりに呼ばれたわ。私に何か用？とぼけるんじゃねえ。クロコダイル様を裏切ったお尋ね者が。クロコダイルを裏切った？またおかしな状況になってやがる。おい、心当たりは？身に覚えがないわ。少なくともこんな状況は身に覚えがない。ありえない状況。脱出できない世界。もしかして。何をごちゃごちゃ話してやがる。おとなしくついてきやがれ。こいつらロビンを連れて行く気だ。上等だ。ロビンちゃんはこの俺が守る。新国王軍の俺たちに歯向かうとはいい度胸だ。お前らやっちまえ。行くぞ、お前ら。
OK。 特別料金をいただいちゃおうかしら。男を見せよほほほあふさあやるわよ。任せて、ちょっと痛い。これでおしまいね。さあ先を急ぎましょう。さてルフィ、これからどうするよ。そうだな、ルフィ、やっぱりクロコダイルと戦わない？いや何軽く提案してんだよ。今のクロコダイルは国王軍も海軍も一人で倒すような化け物じみた力を持ってんだぞ。そうだぞ、おっかねえやつがもっとおっかなくなってんだぞ。それもそうだが、この世界から脱出するためのメモリアキューブ探しはどうするんだよ。もちろんこの世界からの脱出が最優先よ。だけど今の私たちにはメモリアキューブの在りかについて有力な情報はないわ。これは私の推測に過ぎないのだけれど、クロコダイルと戦い倒してアラバスタの状況を私たちの記憶と近づけることができればこのメモリアから脱出できる。少なくとも脱出の手がかりにつながるんじゃないかって思うの。どういうことだ？覚えてる？前のメモリアの冒険で記憶のほつれっていう現象があったわよね。メモリアからほつれの世界に飛ばされて、ほつれの元を解消することでその世界から脱出することができた。だからそっか、この世界の記憶と違う状況、その最も大きな相違点であるクロコダイルの支配、それを解消して少しでも自分たちの記憶に近づければ脱出できるかもしれないってことね。そう。どうかしら。なるほど、メモリア全体が記憶のほつれの世界のように歪んでるんだとしたら可能性はあると思うわ。なんだ、結局ワニをぶっ飛ばせばいいのか。ええ、よし、じゃあ行こう。待ってルフィ、確かに今はそれしか手がないと思うけど、ここのクロコダイルは今まで以上に危険。もっと情報を集める必要があるわ。情報もだけどよ、砂漠を越えるならまたナビバードがいるんじゃねえか。そうだな。ああ、よし、飯だ飯。
もう困りましたね。ああ、そうね。アフか。没事。ビビ様？あんた、その名前は出さない方がいい。そうだな、悔しいが、今となっちゃどうにもならねえ。王女の名前も口にすることができねえのか、この国は。ん？おい、あんた、早くここから離れた方がいい。どういうことだ？あんた、うちの軍団に入らねえか？なっ、分かってる分かってる。あんたその姿、他人に見えてないつもりなんだろう。ああ、てめえらは。俺か？俺はこの菜の花を預かるエージェント、ミスターダブルシックスのガルダル様だ。そして、俺がレッド。もういいわ。その、なんとかエージェントが俺に何の用だ。うちの団員、ブラックのやつが日焼けしすぎで倒れちまって、補充団員を探してたんだ。あんな格好してりゃそうもなるだろう。坂の半裸のあんた、どうだ、うちの軍団に入らねえよ。残念だ。これほどの変態、なかなか見つからねえのにな。そんなに褒めんじゃねえ。てめえも少し乗り気になってんじゃねえ。ところで、てめえら口にしちゃいけねえ名前を出してたな。
だったらどうした？その名前を出すのは今のこの国じゃ罪だ。うるせえ、ビビは仲間だ。そうね、好きに呼ばせてもらうわ。このミスターダブルシックスに逆らうか。66番？かなりの下っ端ね。ブラックはいねえが、やるぞ野郎ども。腕が鳴るぜ。やってやるわ。行くぞ。よっしゃ、やってやろうぜ。ピアホース、ゴムゴムのキングコンデンサー。まだまだ、まだまだ。なんでだよ。まずいわね。いいわ、任せて。オーケー、来いよ。行くぞ。三刀流黒城大竜。俺の方が強い、それだけだ。ミスターダブルシックスの俺が負けるとは。次回復讐のガルダル。だから次回はね。おい、こいつは。あら、いいものが手に入ったわね。F1 に乗った一味は飛ぶような速さでアルバーナ近郊砂漠に到達した。